エドワード三世、戯曲、エドワード三世、エドワード三世、ザ・レイン・オブ・キング・エドワード・ザ・サードは、ウィリアム・シェイクスピア作と言われることが多い、エリザベス朝演劇の戯曲。最初の出版は1596年で、作者は匿名だった。しかし、18世紀になって一部をシェイクスピアが、書いたのではないかという提起がなされ、論争となった。 現在では少なくとも一部はシェイクスピアによって書かれているという説が主流である。共著者の候補としてはトマス・キッドが挙げられている。この芝居にはスコットランドやスコットランド人に対するからかいが見受けられる。このため、1598年にジョージ・ニコルソンが起こってバーリー教、ウィリアム・セシルに送ったロンドンの演劇におけるスコットランド人の描写に抗議する。 手紙の原因はこの作品ではないかと考える。批評家もいる。もしこれが正しければ、スコットランド国王ジェームズ6世が1603年にインランドの王位を継承した後に発行された、シェイクスピアの戯曲集である、ファーストホリオに本作が含まれなかったことも説明がつく。エドワード3世は2つの部分からなっている。1つは、 エドワード三世とソールズベリー伯爵夫人の話である。もう一つは百年戦争のきっかけとなったイングランドとフランスの戦争である。エドワード三世はアルトワ伯よりエドワードがフランス戦王の正当な世継ぎであると聞かされる。フランスの大使が到着し、エドワードに新しいフランス王に従うよう進言するが、エドワードはそれを拒み、 自分の権利を主張する。別の死者が到着し、スコットランド人がイングランドの北にある城を包囲していると伝える。エドワードはまず、スコットランドの問題の方に対処すると決める。この城には、ソールズベリ博、ウィリアムの妻である美女ソールズベリ博夫人がいた。エドワードの軍が到着し、暴れ回っていたスコットランド軍は逃げてしまう。エドワードは一目で、 ソールズベリハク夫人に惹かれ、求愛を始める。夫人は王を跳ねつけるが、王は引き下がらない。夫人が命を懸けて夫への定説を誓ったため、エドワードは最終的に恥じいて、自らの罪を認め、愛を諦める。エドワードは自らの権利を守り、王としての責任を果たすことに努力しようと心に決める。芝居の第二部には、ヘンリー五世を思わせる場面がいくつかある。 エドワードはフランスの自軍に合流し、フランスの王位を要求して戦う。エドワードとフランス王はクレシーの戦いの前に互いの要求を議論する。エドワード王の息子である黒大使エドワードがナイトの位を授かり、戦いに赴く。若き息子の命が危険にさらされても、エドワード王は助け舟を出さない。黒大使エドワードはボヘミア王を打ちまかして武功をあげる。 イングランド軍が戦いに勝ち、フランス軍はポワティエに逃げる。エドワード王は黒大使にフランス軍を負わせ、自らは華麗の包囲を行う。ポワティエでは黒大使は軍勢の数で劣り、苦しい状況に陥る。場面はフランスとイングランドの陣営の間を移り変わり、イングランド軍の絶望がフランス軍の強眼に対比される。 黒大使エドワードは施策にふけった後、圧倒的な不利を跳ね返して、ポアティへの戦いに勝利する。王子は、フランス王も捕らえる。カレーでは、市民が、エドワード王に降伏せざるを得ないと気づく。エドワードは、市民のうち主導的なものを6名を処罰のため送り出す、よう求める。エドワードの妻フィリッパ王妃が到着し、市民を許すよう王を説得する。 サージョン・コップランドは、エドワードのところに戦闘で捕虜となった、スコットランド王を連れてくる。死者が到着し、エドワードに、イングランドがブルターニを確保したと伝える。しかしながらエドワード・クロ大使が、ボワティエで敗北したようだという知らせのため勝利の、味わいは、薄れ、王は、復讐を宣言する。そこにエドワード・クロ大使が勝利の知らせを持って現れ、捕虜となったフランス王を連れてくる。 イングランド軍は勝利して、華麗に入る。シェイクスピアのほとんどの歴史劇同様、ラファエル・ホリンシェットの年代記、クロニクルスが財源で、他にジャン・フロワサールの年代記も使われている。ロジャー・プライアーは、この芝居の著者は、ハンズドン教の蔵書にあったフロワサールを読んでおり、ハンズドンによる注釈の書き込みを引用している可能性があると主張している。一方、 シェイクスピアが書いたとされるエドワード三世がソールズベリー伯爵夫人に言い寄る場面はウィリアム・ペインターの快楽の宮殿パレス・オブ・プレジャーの中のソールズリー伯爵夫人ザ・カウンタス・オブ・セールズベリーがベースとなっているペインターの小説ではエドワードは独身で伯爵夫人は未亡人だがこの劇の作者は両人とも結婚しているという設定変えられてエドワードは 白爵夫人を手に入れるため、お互いの配偶者を殺すという約束をさせられる。筋は違っているものの、ジョルジオ・メルキオーリはこの劇の作者の言い回しと、ペインター言い回しに類似性があることを指摘している。この芝居は1356年のポワティエの戦いが1346年のクレシーの戦いの直後、カレー包囲戦の前に起こったことにしており、 アクションと歴史的な出来事を非常に短く圧縮している。この圧縮のせいで、作劇上、数人の人物を一人にまとめてしまわないといけないということになっている。この劇中でのフランス王は、ジャン2世だが、実際は、クレシーの戦いにおける、イングランドの敵は、戦王フィリップ6世であった。他のキャラクターも、その場にいたはずのない出来事に立ち会っているなど、多くは、 非常に自由に描かれている。初代ソウルズベル博、ウィリアム・モンタギュルやモンフォール博は、クレシーの戦いの前に、すでに死亡していた。サージョン・コップランドは、スコットランド王デイビッドを捕らえ、1346年、クレシーの戦いのすぐ後に、華麗に連れて行ったが、同じ場面で言及されているブルターニュでのモンフォール博、勝利は1364年のオーレの戦いでの、ことである。 エドワード三世は1596年に匿名で出版された。しかし、1590年代には匿名での出版は珍しいことではなかった。例えば、タイタス・アンドロニカスやリチャード三世の最初のクオートは著者名なしで発行されている。エドワード三世について、自筆の思考などは一切現存していない。シェイクスピア説反対の根拠となっているのは、 ジョン・ヘビングスとヘンリー・コンデルが1623年のファースト・ホリオにエドワード3世を含めていないということと、シェイクスピアの初期劇曲の一覧を記したフランシス・ミアズの知恵の宝庫、パレデスタミア1598年にエドワード3世が挙げられていないことである。多くの研究家がこの劇は、シェイクスピアの執筆能力に値しないと考えて、 いたが、いくつかの文章がシェイクスピアと関係があることは、分かっていた。1760年、シェイクスピア編者のエドワード・カペルはその著書プロルージアンス、オア、セレクト・ピースオブ・エンシェント・ポエトリー、コンプル、ディ・ウィズ・グレート、ケア・フロム・ゼア・セベラル・オリジナル、アンド・オファー、ディ・ツー・ザ・プブリック・アズ・スペサモンズ・オブ・ザ・インテイングラティ、ザット・シュッド・ビー・ファウンド・イン・ザ・アディッションス・オブ・ワーズ・オーサーズ、 で、この劇をシェイクスピアが書いたと主張した。しかし、カペルの意見は研究者たちに受け入れられなかった。近年になって、シェイクスピア研究者たちは、新たな視点からこの劇を評価し直し、いくつかの文章は、シェイクスピアの初期の歴史劇、例えば、ジョン・王ーやヘンリー六世と同じくらい洗練されているという、結論した。さらに、ソネット集からの直接の引用も見つかった。 文体論の分析は、少なくともいくつかの場面はシェイクスピアが書いたという証拠を得た。オックスフォード大学出版局のオックスフォード版、シェイクスピア全集へのテキストの手引きの中で、ゲイリー・テイラーは、すべてのヒーコール性添作品のうち、エドワード三世は全集に含めていいと強く主張すると述べている。その後、ウィリアム・モンゴメリー編のオックスフォード版、 シェイクスピア全集第二版2007年にエドワード三世は含まれた。メジャーの出版社で最初にエドワード三世をシェイクスピア全集に収めたのは最初にケンブリッジ大学出版のニューケンブリッジ版シェイクスピアシリーズだった。続いてリバーサイド版シェイクスピアも全集に加えアーデン版シェイクスピアにも入っている。ケンブリッジ版の弊社。 ジョルジオ・メルキオーリは、エドワード三世聖典から外されたのは、劇中のスコットランド人を馬鹿にした描写に対して、起こった1598年の抗議のせいだと、主張した。メルキオーリによると、1598年4月15日に、エリザベス一世のエディンバラ大理人、ジョージ・ニコルソンから、バーリー教、ウィリアム・セシルに宛てた講習の動揺について記した手紙の中に、 タイトルははっきり述べられていないが、スコットランド人を敵意に満ちて描いた芝居があり、公式でも非公式でもいいので上演禁止にした方がいいと書かれてあり、それで、ヘミングスト、コンデルも忘れたままになっていたのだろうと、これまでにも研究者たちがしばしば主張していたということである。本作に描かれている出来事や君主は、ヘンリアードやバラ戦争4部作、ヘンリーパッセに加えて、 シェイクスピアの刺激の射程を広げるものであり、これによりシェイクスピアは、エドワード三世からエイクスピアに非常に近い時代の王であるヘンリー・パッセイまで全ての君主を芝居で扱ったことになる。一部の学者、特にエリック・サムスは、エドワード三世が、隅から隅までシェイクスピアの作品だと主張しているが、現在のところ、研究者たちの意見は、初期の末作説。 わずかな場面の見書いた説などに割れている。2009年に、ブライアン・ビッカーズは氷説検知のために作られた、コンピュータプログラムで本作を分析した結果、この芝居の40%は、シェイクスピア作で、他の場面は、トマス・キット、1558-1594作であろうという研究成果を発表した。ハロルド・ブルームは、 リチャード三世紀などとの共通性が全くないという、ヨッシで、シェイクスピアがこの芝居を書いたという説を否定している。20世紀におけるこの芝居の最初の公演は1911年3月6日、ロンドンのリトルシアターでのものであり、エリザベサンステージソサイティが大二幕のみ上演した。この後、BBC が1963年に短縮版で、この芝居を放映している。 完全版の上演は1986年にシェイクスピア外展のシーズンの一環としてロサンゼルスで実施されており、1987年にはモールドで上演された。1998年、ケンブリッジ大学出版局が大手の出版社としては初めて、シェイクスピアの著作としてこの儀曲を刊行し、その少し後にロイヤル・シェイクスピア・カンパニーがこの芝居を上演した。 批評は様々であった。2001年にパシフィックレパートリーシアターがカーメル・シェイクスピアフェスティバルの一環としてプロの劇団としては初めてアメリカでこの芝居を上演し好評であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。